皆様おはようございます、えー、富士通の青柳でございます本日朝早くからお越しいただきありがとうございます、えー、私の方からですねあのー、本日皆様にご紹介するデモの概要をまず、えー、お話しさせていただいて、えー、次にユーバンス戦略についてはそのデモの後でという形になります、えー、よろしくお願いいたします、えー、では早速ですけれどもあのユーバンスですねあの後ほど戦略の概要につ,いてき,つきましては詳しく、えー、高橋の方からあ 発表させていただきますので今回私の方ではかなり手短にさせていただきます。まず私どもの今までのビジネスのやり方の違いとしまして起点が社会課題というところにございます。我々のユーバンスの考え方としてまずビジネスの捉え方そしてオファリングの作り方の一丁目一番地は社会課題にございましてこのエネルギー不足パンデミック 高さまざまあるグローバルな社会課題をサステナビリティトランスフォーメーションのテーマとして我々のユーバンスのオファリングで解決していくこういう取り組みを私どもやらせていただこうと思っています。でここの ユーバンスのオファリングの体系ではございますが、後ほど4つのバーティカルと3つのホリゾンタルという7つの注力分野、キーフォーカスエリアということをご説明させていただきますが、まずは今回デモをご覧いただくにあたって、会社全体の戦略との整合性という観点で、改,改めてですね3つの軸で私たちのユーバンスの事業というのをまとめておりますので、こちらをご紹介させてください。当社 会社として富士通はマテリアリティの全社コンセプトの中にですね、えー、3つの必要,必要不可欠な貢献分野として地球環境問題の解決プラネットデジタル社会の発展プロスペリティそして人々のウェルビーイングの向上ピープルここの貢献分野に対してユーバンスによってお客様社会に 提供する価値をソリューションがしていいくというとうころでございますここを下支えしているところでですねテクノロジー経営基盤人材ここが我々がユーバンスとして提供していくソリューションを支えていくコンポーネントになります当然富士通ですから技術で解決するというところでテクノロジーが重要でございますしそれを支えるのが人材ヒューマンキャピタルでございますそして あるいとあらゆる課題がです、ね、あの組織の経営課題に関わってきますし私ども自身が自社の社内実践を通じてユーバンスの歌詞を体現していくというところもありますので経営基盤というところも改めてです、ね、我々のユーバンスを支える土台として定義させていただいています。 マイ、まあ、工場はよしとして、えー、このそれぞれのプラネット、プロスパリティ、ピープルで今日ご覧いただく、えー、ソリューションについて、オファリングについてご紹介させていただきたいと思います。今日はですね、あのこの3つの軸で4つの大きなデモンストレーションテーマをご用意させていただきました。えー、プラネット、地球環境問題の解決には、気候変動、カーボンニュートラルに対する ESG ストラテジーというデモンストレーションをご覧いただきます。 デジタル社会の発展に関しましては責任あるサプライチェーンの推進というテーマのもとでデジタルレジリエンスとサ,プライチェーンサステナブルサプライチェーン持続可能なサプライチェーンこちらのデモンストレーションをご用意させていただきましたで最後ピープルですが顧客生活者体験 CX の向上ここでオムニチャネルサービス最後に QOL 向上に向けた医療・ヘルスケアの推進ということでデジタルケアプラットフォームというものをこの4つのオファリングをご用意させていただきました簡単に概要を説明させてくださいまず1編目気候変動カー,カーボンニュートラルです 詳しくはデモンストレーションの中で申し上げますが皆様ご承知のように、ね、CO2 マネージメントこれはもう待ったなしの課題になっております地球環境もそうですし逆に地球環境に対して CO2 がマネジメントが重要であることから規制も強化されております2025年皆様ご存知のように CSRD が欧州で発令されることによりそ相前後して 日本そして米国でも規制が始まるのではないかという観測もございますこうした中でですね企業としてはきちんと自分たちのバリューチェーンの中で CO2 をマネージすることが求められますただマネージしてレポートするだけではなくてですね企業経営を行う上ででは先々 どういう活動をしたらどういうインパクトがあるのかというシミュレーションを行うことそしてそのオプションを正確にファクトベースで分析して次の一手を決断するということが重要になりますここにおいてですね私ども富士通としては我々が面々培ってきたデータ統合のノウハウそしてそのデータを利活用する分析基盤や分析するシミュレーションツールこれらが生きるんではないかという思いのもとからこの ESG ストラテジーといいうオファリングをご用意させてたただきました詳しくは後ほどご紹介させていただきますが、申し上げましたように、企業のオペレーション全体をしっかり可視化、そして CO2 マネージメントをしていく、そしてコンプライアンス,にコンプライアンス対応をしながら、次の意思決定、支援ツールとして活用していくということを目指しております。 次です、えー、責任あるサプライチェーンの推進、えー、こちらですが、えー、皆様ご承知のようにです、ね COVID、コロナ禍で我々はサプライチェーンの分断というものを経験いたしました。あの今まで、えー、グローバルに最適化されたサプライチェーンの中で、最適対応していれば良いという時代はあ終止符を迎えたのではないかなと思います。 今でもですねメディアの方でもよく出てますが、えー、中と米の対立そして欧州におけるコンフリクトこういったものがいつ何時続くかあるいは新しいイシューが勃発するか分かりません。そういった中で きちんと柔軟にサプライチェーンを担保するということが企業には非常に重要になってきます。でこれは一社だけで解決するものではなく複数の会社を統合してまたがって解決するものでもございますので私どもとしましてはああここの責任あるサプライチェーンの推進は業種間のホワイトスペースをつなぐクロスインダストリーマネジメントのファリングと定義してここに対して我々が持っている例えば ブロックチェーンここでえ事実のファクトのトレーサビリティを担保するあるいは災害対策のシミュレーションをする上で面々と私どもの方で培ってきたスーパーコンピューターを生かしたカーズという高速処理コンピューターを使ってのシミュレーションそして AI やアンサンブルモデルなどを私どものですね、えー 人工知能あるいはディープラーニングワイドラーニングこれを駆使した需給バランスの最適化シミュレーションツールこういったものを全部つなぎ合わせてサプライチェーンに対して柔軟に対応するそして場合によっては先々を予測するこういったソリューションをご用意させていただきました詳しくは後のデモの中でご覧いただければと存じます そして3つ目ですね顧客生活者体験の向上、えー、こちらに関しまして、えー、我々としては、えー、目指している姿はデマンドコントロールによる顧客体験向上と廃棄ロス削減の両立と書いてありますがひ、まあ、一言で言いますと、えー 需給バランスの最適化ですね、需給バランスの最適化の中には、お客様、消費者のニーズに対して適切に価値を提供していくというところがございます、えー、ここの中のいったには当然、ダイナミックプライシングというのもございますし、あるいは需給予測というものも入ってまいります、えー、そして、えー、オムニチャンネル、すなわち顧客接点の多様化というのは皆様、あご経験されていると思います。店舗だけでははなくウェブあるいはスマートフォン あ,ありとあらゆる新しいデジタルデバイスに基づいた顧客接点が増えてまいります。これらを柔軟に駆使してお客様があるいは最終消費者がですね望むものを望んでいる時に適切な価格で提供してそこを起点として最終的な需給バランスもメーカー側と連動させながらロスを 極小化していく、こういった取り組みを我々としては、この顧客生活者体験の向上という中で進めております。ここでの肝は、ですね私どもとしてやはりあの今まで培っている受給予測ですね、ここは私どもとしてもかなり経験がある分野でございますので、受給予測などの AI、データ処理の技術、これに加えて、昨年、資本参加をした GK という欧州のパートナー、 ここのフロントテクノロジーを組み込んで先ほど申し上げたような社会観を実現しようと考えてございます。で最後です、えー、クオリティライフの向上へ向けたヘルスケアの推進、えー、こちらはですね、えー、実は構想としてはかなり大きな夢を持っております。今、皆様、経験されていると思いますが、自分たちの健康データは自分たちのものであるはずなのに、基本的には、 医療機関が管理しているということはございませんかあの実際日本でもそして多くの国でも同じことが課題になってますで、ここは多分に個人の個人情報のものであり個人にオーナーシップが求められているものでもありながら、えー、様々な理由によりやはり専用の医療機関があ,、まあある意味管理している分野でございますまあ、我々としましてはここのデータの民主化というところに 将来的な夢としては取り組んでいこうと思っていますで、えー、ここに書いてありますように生活者への提供価値として医療機関製薬企業保険会社さまざまご自身が個々人が自分たちでデータを持っていれば自分たちのデータをもとにさまざまな業種のサービスを行き来することができるはずです。ここをベースとするための プラットフォームをヘルシーリビングプラットフォームですねこちらとして展開していくことを私どもは考えておりますあの富士通は日本で一番の電子カルテのシェアを持っておりますここをレバレッジしてファイヤーという世界標準のもとでデータを利活用できる状態にしていくそして本人の同意管理もしっかりと行っていく中でですね自分たち自身が自分たちの健康データのオーナーとなって場合によっては 主要たる医療機関だけではなくて、えー、いろいろなシミュレーションを基づいて近隣の最適な町医者とかクリニックとかにも最適な医療サービスを受けられるでそういった情報がさらに、えー、さまざまなヘルスケア企業とも共有されていって、えー、個,別なあ個別最適なあるいは個々人に対して最適なサービスを目指していくそういった絵図を描いております。ここここののなななかなか難しい大きな課題ですがここの 1>, 1号目をですね実際デモとしてご用意したのでご覧いただければと思いますではえっと長くなりましたが以上4つのテーマをですね実際にご覧いただきたいと思います今申し上げたような富士通の独自性ですとかデータ利活用技術のどこに使われているか実際にデモをご覧いただきながらご想像いただけるとさらにデモの中身が面白く伝われるんではないかなと思いますのでぜひご鑑賞いただければと思います よろしくお願いいたします。